ライフサイエンス統合データベースセンターと、あと、一番最初に喋った串田さんがいる、JST のバイオサイエンスデータベースセンター LBDC の一応両方に所属してます川野といいます。よろしくお願いします。で今日は、次世代シーケンサーと、関連するデータベースツールということで、次世代シーケンサーに関係するデータが、どこにあるのかということと、簡単な、解析の方法について紹介したいと思います。で今日紹介する内容は、次世代シーケンサーで、シーケンスデータベースの概要と、それの探し方を実習でやってもらおうと思っています。でその後に、日本の、遺伝系の中にある DDBJ っていう DNA データバンクオブジャパンっていうところが提供している、DNA の解析、次世代シーケンサーの、データの解析パイプラインっていうのがありますので、それの、実習を、やってもらおうかと思います。で応用編としてその、次世代シーケンサーのデータを、これデータをつなげるんですけど、つなげた後に、簡単なアノテーションするツールについても紹介しようと思いますが、明日、アノテーションについては、DDBJ の藤沢さんという方が来られて詳しく話しされると思うので、この辺はさらっと紹介する程度にとどめたいと思います。あと、最初に、言っておきますが、次世代シーケンサーのデータっていうのは基本的にものすごい大きいです。大きいので、皆さんに、扱ってもらうと、一応遺伝系にあるスーパーコンピューターを使ってやるんですけども、大変迷惑がかかるので、今回はそのどういうふうにすれば解析ができるっていうその解析実行の直前までで、とどめたいと思います。あとはもう実行ボタンを押せば、解析が実行されるというところまではやっていただけるように、しております。まず次世代シーケンスデータベースなんですけど、その前に、次世代シーケンサーは、皆さんもうご存知でよろしいですよね。昔は、キャピラリーシーケンサーって言って細長いキャピラリーっていう管の中を電気エイドして DNA を読んでいて、この前の世代にさらに、ゲル板を叩いてなんか、読んでた時代もありますけど、僕はここからです。で、10年15年ぐらい前からですかね、第二世代っていう、新しいメカニズムのシーケンサーが出てきて、特徴としては、短い配列、この下にある、これはイルミナっていう会社のハイセックっていう機械なんですけど、その機械だと、今だと大体150ベースぐらい1回に読めるらしいですが、もうそれを超並列、12ギガなので150ベースペアの配列を120億本読めるっていうような、特徴としては短い配列を超大量に読めるというような、機械が出てきました。で第二世代に代表する機械としては、イルミナのハイセックとか、もう今なくなっちゃいましたけど454とか、ソリッドっていうような、機械がありました。で今、さらにその次の世代っていうか、新しい、テクノロジーを使ったような、シーケンサーも出てきていて、有名なところでは、パックバイオっていうのが、これは短い配列じゃなくても超ロングリードで、数千ベースっていうのを1回で読めるっていうような機械、数千ベースを、超並列で読むような機械が出てきたりですとか、あと、変わったところではナノコアっていう技術を使って、これはもう、USB メモリーサイズの、シーケンサーで USB メモリーにつなげて、資料を送ってると、あと解析してデータをパソコンに送ってくれると、このサイズなのでそんなに、大量にシーケンサー読めないんですけど、バクテリアぐらいだったら十分読めるような、性能はあるかと思います。でそういうふうにして出てきた大量に短い配列が大量に出てくるので、そういうデータを、集めましょうということで作られたのが、シーケンスリードアーカイブというデータベース。これ昔はショートリードアーカイブっていって本当に昔は読める1回で読める塩基が35とか50とかそんな、ショートだったので、ショートリードアーカイブって最初に読んでたんですけども、最近では、
100ベースを超えるような長く読めるようになってきたので名前が変わってシーケンスリードアーカイブというデータベースが作られています。これはアメリカの NCBI っていう、先ほども、出てきた NCBI っていうところが提供している SRA っていうのと、あとヨーロッパの、EBI、ヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティテュートっていうところが提供している ENA と、あと日本の、DDBJ っていうところが提供している、DRA っていう、この3つのデータベースがありまして、でこの次世代シーケンサーから出てきたデータっていうのはこのデータベースのうちのどれかに登録するということになってます。でこのデータベースに登録するデータっていうのは、基本的に、生データとマッピングデータとあとメタデータっていうどういうサンプルを使ったとかどういう機械を使ったとか、まあ、そういうようなメタ情報ですねのみを登録して、解析データっていうのは、今まで通りジェンバンクとかこの NCBI のジェンバンクとか、EBI の ENA とか、DDBJ っていうデータベースに登録するということになっています。なのでゲノムを読んで、ゲノムを読んだ 生データっていうのはこの DRA に登録するんだけど、読んだゲノムのアノテーション付きのデータっていうのは、こっちの DDBJ に登録するということになります。でゲノムのデータについては DDBJ に登録することになっていて、遺伝子発現データみたいな定量データについては、NCBI の GEO か、EBI の作っているアレイエクスプレスっていう、データベースに、登録することになります。ちょっと日本の場合はまだちょっと定量データ用のデータベースは作られてないので、定量データの場合についてはこのアメリカかヨーロッパどちらかに、登録することになるかと思います。でこの、3つのデータベース3つあるんですけど、この3つのデータベースというのはお互いに、毎日もデータの交換をやり取りをしていて、基本的に中に入っているデータの内容は同じものが、基本的に入っていることになっています。でこの3つというのはもともとこの SRA データベースを作る前に、DNA の塩基配列のデータベースを作ってまして、まあ、これがジェンバンク、ENA、DDBJ で、もともとこの、3カ所で連携してやってたところに、新しく次世代シーケンサー用のデータベースも、この3カ所でやるようになったということになっています。で、データの種類とデータベースなんですけど、まあ、先ほど言ったように次世代シーケンサーから出てきた生データっていうのはメタデータと合わせてそのまま DRA に登録します。で、定量データっていうのは、まあ、いろんなそういうソフトを使って解析した後に、定量データとメタデータを合わせて、まあ、GEO みたいな、定量データ用のデータベースに格納します。で、ゲノムのデータっていうのは、配列をつなげてアノテーションをしてそれを、まあ、DDBJ に入れると。でこの、生データとそれぞれの解析したデータっていうのはこのバイオプロジェクトっていう、データベースがありまして、まあ、これで、このプロジェクトの生データはこれで、解析したデータはこれですというような、そういう、紐付けられるようになっています。で、まあ、今日紹介するのは、このデータベースとあと、まあこの上と下に行くような簡単な、パイプライン、基礎解析、工事解析っていうのが、用意されているので、それの紹介を、今日はします。で、次世代シーケンサーの、データの構造についてちょっと簡単に触れたいと思うんですけど、一つ全体をまとめるのがこの、バイオプロジェクトということで、このプロジェクト全体がどういうプロジェクトかっていうメタデータを書いていて、それぞれの一つのプロジェクトが、複数の実験を持ちます。これは例えばなんか正常細胞とがん細胞を比べたときには、正常細胞を使った実験、がん細胞を使った実験とか、あと、まあ、なんか時系列で比べたような実験だと、何かを振りかけて、0アワー、24アワー、48アワーみたいなのがそれぞれの実験に相当します。でそれぞれの実験が、まあ、1個か複数の、次世代シーケンサーのデータを持っていると、実際のデータを持っているというような構造になっています。でそれぞれの実験は、さらに、どのサンプルを使ったかっていう情報が、紐づいているというような、形で、データベースの中には登録されるようになっています。ということで、まあ、あんまり喋ってばっかりいても、眠くなるだけなので、早速実習に入りたいと思います。
まず最初の実習は、DDBJ さんが提供している DRA サーチっていうのを使って、次世代シーケンスのデータを検索するというのをやりたいと思います。で、こちらが、DDBJ のトップページになります。皆さんも行ってもらった方がいいですかね。DDBJ で、Google かなんかで検索するか、このまま、www.ddb.nig.ac.jp って入れていただくとこの画面が出てくるかと思います。まずトップページに行っていただくと、あの4つの、サービスがあるんですけど、まあ、ここから、データの、まあ、あの DDBJ はあのデータを預けるところですので、まあ、データの登録をするところがあります。あと、まあ検索とか解析をするページ、あとこれ後で紹介しますがスパコンのページと、あとアーカイブ、あのダウンロードできるようなページがあります。でまず、まあ本当、まあ、どっちからでもいけるんですけど、ちょっと今回はこの登録っていうところから、DRA サーチのページに、行きたいと思います。で登録っていうところをクリックしていただく と、まあこういうページが出てきて、でこの、上から2番目のところですね、ここに、DDBJ シーケンスリードアーカイブ DRA っていうのがあるので、ここをクリックしていただく と、DRA のページが出てきます。でまあ、基本的にはこれ登録する用のページなので、まあ、登録用に使うんですが、でこのハンドブックっていうところをクリックしていただくと、どういうふうに、データを登録すればいいかっていうのを、詳しく書いてあります。日本の機関の日本語で全部書いてあるので、もし、データを登録される必要がある方は、まあ、最近はもう、データを登録しないと論文に載せてくれないので、まあ、そういう必要がある方はもうここを読んでいただいて、登録していただければいいかと思います。で今日は、登録についてはやりませんで、でここ、これは登録で、まあ、これが、Q&A ですね。でこれが、DRA サーチのボタンになります。他にも、データのダウンロードですとか、あと後で紹介します、パイプラインのリンクなんかもこのページに全部集まっています。でまず、早速このサーチで検索してみましょう。でサーチをクリックすると、まあ、こういうページが出てきて、まあ、ここからキーワードサーチですね、キーワードサーチができて、でその下に、統計情報みたいなのがあって、まあ今実際データがどれぐらいあるかとか、登録されているデータの生物種ですね、まあ、もちろん人が一番多いですが、まあ、2番目がマウス、まあ、あと、どういうタイプの、研究かっていう、まあ、ホールゲノムシーケンス、まあ、ゲノムを読んだ研究とか、まあ、あれは分かんないですけど、トランスクリプトアナリシスで発現の実験とか、メタゲノムの実験とか、まあ、そういう、実験の種類ごとどれぐらい数があるのかっていうのが分かりますし、まあ、どういうセンターが登録しているのかっていうのも、分かります。で、これ実は私が、1年ぐらい前、ちょうど1年ぐらい前に同じような、講習をしてまして、これが、
これが今見ていただくとデータラストアップデートが2015年の6月16日になっているの、今日ですか。今日時点のデータ数ですけど、1年前にやった時にはこれですね。2014年の7月1日なのでちょうど本当1年ぐらい前のデータの数はこんな感じに、なっています。スタディで見ればいいのかな。スタディが1年前は、スタディが先ほどのプロジェクトに相当するものですね。それが大体3万8000件だったのが、今は、5万4000件、1年間で、まあ、なので、1万何千件か登録数が増えているということになります。まで、登録検索するのはまあ基本的にキーワードで、まあ、なんかの論文を読んでアクセッション番号を書いてあって、まあ、そのデータをドンピシャで取りたいというときはまあアクセッション入れていただけばいいですし、まあ、なんか特別とあのなんかの、特定の生物種を検索したいときはまあこのオーガニズムのところから、検索していただく、まあ、それ以外にもなんかフリーなキーワードで、検索することもできます。で資料に載せているのは例えば、人の思うとか言うと、これも、勝手に、保管してくれて、まあ、ある程度の字数を入れると、まあ、その中に入っているものの、候補が勝手に出てくるように、なっています。なので例えば人の多分人だけだと多すぎるので人のでこれがどういう実験かっていうもので、まあ、例えばキャンサーゲノムのプラットフォームはどういうどの、シーケンサーを使ったデータかっていうことですね。まあ、イルミナのデータでサーチをすると、まあ該当する、実験っていうのが、出てきて、そのリンクをクリックすると、これも皆さんでいくと遅くなるんですが、まあこんな感じで、まあこれが先ほど言ったメタデータの部分です。このスタディの、どういうスタディかっていう、まあ、アブストラクトと、まあ、詳細が書いてあって、でこちらに、それぞれの、実験ですね、そのプロジェクトに入っているそれぞれの、個別の実験へのリンクがあります。でそれの、それの実験に紐づいている、実在シーケンサーの生データっていうのがここにあって、ここをクリックすると、データをダウンロードできるということになります。いろいろクリックしていただくと、先ほどのは、スタディのデータだったので、まあ、ざっくりとどういう研究をしましたということが書いてあるんですけど、まあ、このエクスパーリメント実験の部分をクリックするとそれぞれの個々の実験がどういう実験だったかということが生物種とか、なんでマウスなんだろう、人で検索したのになぜかマウスが引っかかってきてますが、マウス、まあ、生物種とか、まあ、どういう実験をやったかとか、まあ、長さとか、まあ、そういうどういう機械を使ったとかそういう情報が出てきます。でこの、サンプルっていうところをクリックするとより詳しいサンプルの情報が得られますし、ランっていうところをクリックすると、より詳しい、まあ、どれぐらいの、データ量があったかとか、そういうものが出てきます。
一応、出てきた塩基も、表示、全部ではないと思いますが表示されています。サンプルはちょっとあんまり書いてないです。まあ、なのでこの、データセット自体がどういう、生物種を使っていて、まあ、どういう目的でやられた実験なのかっていうのをこういうメタデータを見て、知ることができますし、でそれが自分の実験に、自分の研究に使えそうかどうかっていうのをこういうメタデータを見て判断して、まあ、もし自分の実験に研究に使えそうだなったら、これをダウンロードして、まあ、比較解析をするなりそういうことに、使えるようになっています。まあ、こういう生物種を使う以外にも、まあ、キーワード検索もできまして、まあ、例えば去年話題になった、スタップとか入れると、まあ、の論文は取り下げられたんですけど実験データはちゃんと残してあって、これが一番上は多分、理研が、検証実験をやったそのデータだと思うんですけど、この下にあるのが、王さんが登録した、データになっています。まあ、こういうふうに、まあ、フリーのキーワードで、検索するようなこともできるようになっています。まあ、そういうふうにして、次世代シーケンサーのデータにはアクセスできるんですが、まあ登録されてるのは分かったけど、じゃあこれをどう使うのかっていうのは多分皆さんの知りたいところだと思います。で、それの、まあ、一つご紹介するのが、先ほどの DDBJ のトップページにこの、スパコンっていうところがあります。でこれは完全に、無料で、使える、スーパーコンピューターになって、登録してアカウントを取っていただければどなたでも、ただで使える、スパコンになっています。で遺伝系にあるスパコンは一応3種類の、コンピューターがあって、一つ細かい計算をするような、64ギガのメモリーが載った、コンピューターが554台この次世代の解析ではものすごいメモリを食うのでメモリ量はすごい重要なんですけど、まあ、比較的小さいメモリのコンピューターがたくさんあって、で、まあ、中ぐらいのメモリ 2TB のメモリを積んだ、マシンっていうのが10台、あとものすごく、メモリを使うっていう人用に、まあ、10TB っていう、メモリを積んだ、マシンが1台用意されています。まあ皆さん、使われる場合はご自身の、まあ、ゲノムサイズに合わせて、まあ、比較的大きい、まあ、この10テラのを使うことはそんなにないと思うんですけど、まあ、大きめのゲノムだったら2テラ、まあ、バクテリアとかだったら64で十分だというような構成になっています。あと、ストレージ、保存容量も、7ペタバイトプラス 5.5 ペタバイトなので 12ペタバイトぐらいあって、まあ、それでも皆さんも最近ではものすごい使うのであんまり容量なくなってきているって話なんですけど、まあこんだけの、大容量のハードディスクを用意しています。で、これも利用申請をしていただくと、どなたでも無料で利用できますが、ただしですね、これコマンドラインって言って、自分で、コマンドを打ち込んで、解析するっていうのが基本です。なのでコマンドラインっていうのを使えないと、まあ、基本的には使えません。あとちょっと遺伝系は静岡県の三島市っていうところなんですけど、そこなんか結構雷が多いらしくって、結構年に 2,3 回は停電するんで、まあ、それで、まあ、もしかすると途中で、計算の途中で
停電で止まっちゃうこともありますが、まあ、そういうことはありますが、まあ、基本的にはタダで使えるので、どんどん使ってくださいというものです。で、先ほどの、でまあ、スパコンのページの、ここの各種申請のところから、新規ユーザー登録というのをすれば、まあ、基本的には、弾かれることなく登録できると思いますので、ぜひ使ってみてくださいというものです。ただ今日来られてる方はそんなコマンドラインとか多分そんなにやられないですよね。コマンドラインとか使って解析される方っていらっしゃいますか？あ、何かいらっしゃいます。まあ、でもほとんどの方は、まあ、コマンドラインとかようわからんと、あの欲しいのはそれじゃないということがあると思います。なので、この DDBJ ではあのそういうあのコマンドラインを使えない人たちのために、解析パイプラインというのを用意していて、用意しています。で一応あの、2つに分かれてまして、基礎解析部という、まあ、基本的な解析をする部分と工事解析部という、まあ、基礎解析の結果を受けてさらに、解析する部分の、2段階になっています。でこの上の基礎解析部のことを、DDBJ リードアノテーションパイプラインと呼んでまして、今から、これを使って、実習をやってみようと思います。まあ、ここでは何をやるかっていうと、もともと DRA に登録されているデータですとか、あと皆さんが、DRA に登録 したんだけど、まだ公開してないデータ、あの論文出るまでは、公開しないという設定にできるので、その DRA にとりあえず登録 したけどまだ公開されてないご自身が登録したデータ、もしくはあのご自身が手元に持っているデータを、このパイプラインにアップロードして、で、まあマッピングとか、アセンブルっていう、ま、あの短い実際 CK 波のデータは短い、長さの配列がたくさんあるので、その配列をつながなきゃいけないんですけど、まあ、あのでリファレンスゲノム、もともと分かっているゲノムがあらかじめある場合にはそれに、貼っつける貼っつける、そうですか、それをマッピングと言います。もともとリファレンスになるゲノムがない場合はもう地域で全部、短いのを、パズルのようにつながなきゃいけないので、まあ、その操作のことを、まあ、デノボアセンブルと言います。まあ、いずれかをやって、その長くつなげた配列を得るとのが、この、パイプラインの部分です。でそのつなげた配列を使って、まあ、例えば、そのゲノムの中にどこからどこまでが、タンパク質をコードしている配列で、そのタンパク質はどういう機能を持ってますっていうような、構造機能アノテーションをする部分ですとか、あと、まあ、マッピング の場合はあの、まあ、RNA とかをマッピングするとそのマッピングされた量で、遺伝子の発現量と、みなすようなこともできますので、そういう RNA シークの、まあ、発現量の解析ですとか、あとまあ、スニップの、まあ、人の場合だとスニップ、まあ、どの部分が人と違うかっていうような、そういうような、解析は工事解析部でできるようになっています。ということで、今日はこの上の、リードアノテーションパイプラインっていうのを使って、その次世代シーケンサーから出てきたデータを、まあ、つなげるというような、操作をやってもらおうと思います。で、先ほどの、DRA のページに、戻っていただいて、そうすると、ここにパイプラインっていうのがあります。
まあ、そうすると、こういうような、これ今英語になってますけど、日本語表記、日本語表示もできます。まあ、ただこれあの、このパイプラインの中に入っちゃうと全部英語なので、あまり意味ないですが、まあ、一応あの、マニュアルですとか、あの使い方ですとか、そういうものは全部日本語で用意されています。で私はのアカウント持ってるので、アカウントでログインできるんですが、皆さんアカウント多分お持ちじゃないと思うので、今回はこのゲストとしてログインっていうところがあるので、ゲストユーザーとして、このパイプラインを使っていただこうかと思います。なので皆さんはこのゲストとしてログインっていうのをすると、ゲストとして、ログインできるかと思います。大丈夫ですかね。ユーザー ID でゲストって言うんですか？何も入れなくても、このゲストとしてログインっていうところをクリックしていただくと、もう勝手にゲストでログインされるはずです。大丈夫でしょうか。で、私は一応自分のアカウントでログインします。はい。まあそうするとまず最初、まあこれはゲストでもあのログインしても変わらないんですが、まあこういう画面が出てくるかと思います。でここに上に何個かタブがあるんですけど、この、タブが、データをこのパイプラインにアップロードするための、タブです。でこの FTP アップロードっていうところからは、手元にある自分のコンピューターにある、ファイルを、このパイプラインにアップロードするための、ところで、HTTP アップロードもそうですね。ちょっとアップロードの仕方が違うぐらいで、まあ、基本的には同じです。で、まあ、こういうふうに自分の手持ちのデータを、こういう FTP とか HTTP を使ってアップロードしていただくか、もしくは、インポートパブリック DRA というところに、もし自分の解析したい DRA とか、まあ、SRA とか ERA も全部そうですけど、まあ、その ID が分かっている場合は、ここに、その ID を指定して、指定すると、自動的にそのデータベースからこのパイプラインにデータを取ってきてくれます。でこれあの DRA っていうのはあの遺伝研が提供してますし、このパイプラインも遺伝研が提供してるので、まあ、同じところでファイルのやり取りをしているだけなので、まあ、そんなに時間はかからないです。で今回は、例として SRA の066203というのを、やる。ゲストで入ると画面がちょっと違います、ね、違いますか。どう違いますか。066203、これは何かというと、先ほどの SRA00、あ、違った。
066203。これが、そのメタデータですね。これ大腸菌のデータです。で、多分どっかの下水処理場かなんかから取ってきた大腸菌の、ホールゲノムシーケンスをやった感じのデータだと思います。まあ、こういうようなデータを、サンプルデータとしてやってみたいと思います。別に、微生物だけじゃなくて、真核生物でも何でもパイプライン自体は実行できます。で、これで、自分の欲しい DRA の ID を入れてもらってゲットMy DRA エントリーっていうところに押すと、こういう画面が出てきて、でここで、OK と押すと、自動的にインポートが始まるんですが、これはなぜかゲストユーザーでも実行できてしまうので、ちょっと皆さんは実行するのは、やめておいてください。さすがにこの人数で実行すると大変なことになるので、一応これをここで OK を押すと、自動的に、データの移行がされると。SRA じゃあ、一応やってみると、で実行すると、ここに、下にですね、9として登録されて、で、順番が回ってくると、これが実行されて、データが、コピーされるということになります。で、データの移行が終わると、このプライベート DRA エントリーっていうところから、その、登録したデータが選べるようになります。で、この、右上のところに、セレクターメタデータですかね、っていうところがあるので、ここを、最初は今、違うものが、選択されていると思うんですけど、今、入力した SRA066203 っていうのが多分、結構多分皆さんはものすごい、これは私の個人アカウントなのでそんなにないですけど、皆さん、ゲストユーザーが登録したものは全部出てきていると思うので、ずらっと長いリストが出てきているかと思いますが、その中で、別に何でもいいんですが、今回私が例として使うのは SRA066203。 皆さんからもこのデータは見えるはずです。そうすると、この、今選んだデータセットの中に入っている、実験の実在シーケンサーのランのデータが、表示されると思います。で、このスタディでは、5種類の全部多分大腸菌だと思うんですが、 EC だから全部大腸菌ですね、5種類の大腸菌を、ゲノムシーケンスして、多分比較したんでしょうね、そういうようなデータが入っています。で、このデータを使って今から、マッピングと、大腸菌なので、もう大腸菌はすでにゲノム配列決められているので、その大腸菌のリファレンスゲノムに対してマッピングするという方法と、あともう一つ、せっかくなので、ゲノムアセンブリですね、リファレンスを使わないで、自力で全部つないでいくという方法を試してみようと思います。で、まず、この
画面になったらですね、下に、実際のデータが5種類出てくるんですけど、まあ、どのデータを解析するのかっていうのを選びます。まあ、どれでもいいんですけど、まあ、一番選ぶと、まあ、この一番のデータを、解析しますよと。で、NEXT を押すと、じゃあどのツールを使って解析しますかという画面が出てきます。で、まあ、いろんなツールがあって、まあ、どれを使えばいいかよくわからないと思うんですが、まあまあ、基本的には、まあ目的によってそれぞれ、最適なツールも違うので、まあ、自分がやろうとしているような研究と似たような研究がどういうものを使っているのかを参考にされて、ツールを選ばれたらいいかと思います。で、上にあるのが、リファレンスゲノムにマッピングするようなツールです。で、下にあるのが、デノボアセンブリ用のツール。まずは、マッピングをやってみようと思うので、まあ、何でもいいですが、何でもいいって言っても今フェアエンドのデータなのでブラッドは多分選べないと思うんですけど、 BWA っていうのを使って、やってみようと思います。おっと、すいません、なんか飛ばしてますね私。すいません、操作を飛ばしました。操作1っていうのを飛ばしました。すいません、ちょっと戻っちゃダメなのか。すいません、クオリティチェックを忘れてました。この DRS スタートっていうところを押すと、一番最初に戻るので一回一番最初に戻っていただいて、でこの、プリプロセッシングっていうところを選んでいただく と、このあ違う、まず先ほどの SRA06 なんだかを、選んでいただいて066203を選んでいただいて、で、プリプロセッシングっていうところを選ぶと、すいません、間違えました。この横にある、ステップ1の下にあるプリプロセッシングっていうところをクリックしていただくと、まあ、先ほどと似たような画面なんですけど、先ほどのは、DRA のパイプラインに流すための、サンプルを選択する画面で、このプリプロセッシングというところを選ぶと、まあ、クオリティチェックをするための、画面になります。サンプルを選ぶ画面になります。でここで、SRA の066203というのを選ぶと、選んでいただいて、で、まあ、クオリティチェックをしたい、データを選んでいただいて、まあ、NEXT を押すと、まあ、どういうパラメーターで、チェックするのかというのが聞かれます。まあ、基本的に、そのままでいいと思うので、これで NEXT っていうのを押すと、一応これも計算に時間がかかるので、メールアドレスを入れて終わったらメールが飛んでくる、計算が終わったらメールが飛んでくるという形になってます。で、多分皆さんゲストだとここでダウンボタンが出てないと思うんですけど、実際にログインしていただくとここにダウンボタンが出て、ランっていうのを押すと実際に、クオリティチェックの計算が、始まります。で、これも、時間がかかるので今は押しませんが、このクオリティチェックをやるとその、まあ、計算中だとどれぐらいまで進んでるのかとか、あと計算が終わった後はその結果がどうだったかっていうのが、この横にあるジョブステータスのステップ1プリプロセッシングっていうところを見ていただくと、ここに、結果が、入るようになっています。で、これが、
ジョブステータスの画面 で、でこの色がついているのが自分が実行した、計算です、この黄色いのが、私がおとついぐらいに、やった計算した結果で、これ多分日曜の夜中だと思うんですけど、日曜の夜中と空いている思われる時間帯でも大腸筋の上までは24分ぐらい30分ぐらいかかっているので、まあ、そこそこ時間がかかってます。で白いところはあの他のユーザーが、やっている計算で、で、このスタートタイムというのは計算始めた時間で、エンドタイムというのが計算終わった時間なので、まだこの2つをやっているというのが分かるので、まあ、どれぐらい混んでいるのかというのを、見て分かります。で計算が終わるとここに、ビューっていうのが出てくるので、ここから、結果を見ることができます。でまあ元のデータのファストQとか、あとこれが実際のクオリティを計算した結果です。死んでたけど、まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じで、今のデータの、クオリティスコアがあって、上にコードいい、あのクオリティがいい。で、今これ多分75インチくらいなんですけど、まあ、後ろの方に、後ろの方に行くにつれて、まあ、クオリティが下がっているというのが分かります。で、特に一番最後はグンと下がっているので、例えば解析するときに一番最後の、クオリティが悪いので、この一番最後だけは取っ払っちゃって解析するというような目安にも使います。まあ、これも前の方が良くないので、前の方とか、まあ、そういう、どのデータを使って、解析をするかっていうのをこれ目安に、となります。まあ、で、まあ、こういうクオリティチェックをして、まあ、使えるデータだなと思ったら、先ほどの解析に、進みます。で、DRA のスタートから SRA066 なんだかを選んでいただいて、サンプルを選んで、で、ゲノムマッピング用の、ツールを選んで、そうすると今ちょっと一つのデータしか選ばなかったので1個しか出てなかったんですけど、複数のデータを選ぶと複数で見ます。で実際にどのデータを使うのかというのを選んでいただいてセットしていただくと、クエリがセットされて、まあ、これを今から解析しますというような、設定ができます。で、NEXT で次に行ってもらうと、これは今、リファレンスゲノムに対してマッピングするためのツールなので、リファレンスゲノムっていうのを指定してあげないといけない、いけません。で、もともとこの、メジャーな生物の、まあ、人とかマウスとか、そういうようなメジャーな生物のゲノムっていうのはもうあらかじめ登録されているんですが、まあ、こういう10種類ぐらいですかね、10何種類ぐらいのゲノム情報っていうのはあらかじめ登録されているんですけど、まあ、それ以外のものは、自分で、アップロードする必要があります。アップロードするか、その DDBJ からまた、インポートしてくるという必要があります。で今回、大腸菌の、データなので、リファレンスゲノムとしては大腸菌を使えばいいんですけど、ここに大腸菌はないので、自分で持ってこなきゃいけません。で自分で、データを、まあ、アップロードとかインポートするにはこの一番下の
ダウンロードをアップロードリファレンスっていうところから、この下あの自分手元に、そのゲノム配列のファイルがある場合には、ここからアップロードしていただけますし、ない場合には、データベースからそのゲノムのデータベースっていうのを、移してくるという作業が必要になります。でそのゲノムの ID をどう知るかっていう話なんですけど、あの先ほど、ボーノーさんからあったように、まあ、NCBI のページとかに行っていただくと、そのゲノム生物のゲノムのシーケンスの ID っていうのが分かるので、そこから取ってくることにします。で NCBI のページに行っていただいて、まあ、大腸菌なので E コーライと、で先ほども、あった通り、そのゲノムっていうところをクリックすると、まあ、いくつか出てくるんですけど、まあ、大腸菌は一番上なので、E コーライを選びます。そうすると、あの大腸菌のゲノムのページに行って、まあ、で大腸菌はもうその今までにいろいろ読まれているので、たくさんのゲノムがあるわけですが、でここに、真ん中にですね、リプレゼンタティブっていう、まあ、代表的な、大腸菌の中でも代表的なゲノム配列っていうのが書かれてますので、まあ、K12 株ですとか、O157 ですとか、まあ、そういうような代表的なものがあるので、ここから、データを取ってあります。で、まあ、とりあえず、K12 株いいと思うので、まあ、この、先ほどのレフシークの ID か INSGCTO のジェンバンクとか DDBJ の ID を使ってデータをインポートしていきます。で、なのでこの ID をですねコピーしていただいて、でここにペーストして、でロードってすると、自動的に、DDBJ のデータベースからこのパイプラインにゲノムの配列が、インポートされてきます。でこのインポートされた状態ではまだ自分のデータとしては登録されてないので、自分のデータとして登録するためにこの、クリエイトデータセットというところで、データを登録します。でここでちょっとハマるのがですね、このまま一応名前をつけるんですけど、名前をつけるときに、使っちゃいけない文字っていうのがありまして、これをこのままクリエイトとかするとエラーが出てきます。こういうセミコロンとか、まあ、縦棒とかこういうのを使うと書いてあるので、まあこの縦棒、一応これ縦棒とあと不等号の記号が入っているので、これを消すような感じで、登録すると。そうするとこれ自分の自分のページに、自分のパイプラインのページに、今ゲノムが登録された状態になります。でこの先ほどのこのゲノムを選ぶ画面の真ん中にこのユーザーオリジナルセットっていうところがあるので、ここから、自分の今登録した、これかな、一番下の U0096.3 なんざらかんちゃら、これも皆さんのところに、ゲストユーザーからもこれは、見えると思います。選んでいただいて、で、まあ、このゲノムを、リファレンスとして使いますよと。そうすると次にこの、使
うツールの、まあ、あの詳細なパラメータ設定の画面が出てきます。まあ、基本的にこれも、デフォルトでよかったら、まあ、そのまま何もいじらずに、NEXT を押すと、また、メールアドレスを入れる欄が出てきて、で、まあ、下にあのセットしたパラメータですねがずらっと出てきて、で、ランっていうボタンが、まあ、ゲストユーザーには出てこないと思うんですけども、ログインすると出てくるので、このランを押すと、そのツールを使った、解析が始まるという形になっています。でこれも、実行途中の結果とか、あの終わった結果を見たいときには、このえっ、ー、と横のジョブステータスっていうところに、今マッピングをやったので、マッピングっていうところをクリックしていただくと、こんな感じで、これが私が実行した結果で、マッピングに大体50分ぐらいかかってます。で、まあ、他のユーザーも、いろいろ使っているのが分かると、まあ、まあ、他のユーザーももちろんどういう解析をしたか細かいところまでは分からないんですけど、まあ、どの程度の量の解析をやっていて、まあ、どれぐらいの時間かかっているかっていうのは、見れるようになっています。でこの自分のところの、ビューっていうところをクリックすると、まあ、その結果が見れて、でこの辺に、結果が、結果これが入力配列で、結果で、でこれここに、その統計情報ですね、全部で400万のリードがあって、そのうちマッピングされたのは270万です。で、まあ、でマッピング率は 64% で、カバレージは 88% で、レクスは 98% です。ことが、分かります。で、あの実際に結果のファイルを、ダウンロードするときはこの辺から取っていただいて、でそのさらに下に行くと、その中間ファイルですね、もう全部、残っているので、まあ、その中間ファイル の結果ですとか、あとログですね、どういうようなことをやってなんかエラーが出てないかとか、まあ、そういうことが、見れるようになっています。まあ、これが次世代シーケンサーのデータを使って、リファレンスゲノムにマッピングするっていうような操作を、まあ、一応、GUI っていう、まあ、コマンドラインを打つんじゃなくて、ウェブ上で、ポチポチしながら、解析ができるというようなパイプラインになっています。でこれがマッピングで、もちろん、デノムアセンブリーっていうのもできて、それも基本的に全部同じで、この一番最初の DRA スタートってところを押すと一番最初のページに戻るので、ここから解析したいサンプルを選んでいただいて、でここで、さっきはマッピングを選びましたけど、今度はアセンブリーっていうところをこうポチッとしないと下がアクティブにならないんですが、で、まあ、適当にツールを選んでいただいて、で、解析対象のデータを選んでいただいて、で先ほどはマッピングの場合はリファレンスゲノムが必要だったので、リファレンスゲノムを選ぶ画面が出てきたんですけど、デノバアセンブリーの場合はリファレンスゲノムが必要ないので、いきなり、ツールのパラメータを選ぶ画面が出てきます。でもうあとは同じで全部 NEXT NEXT で、やっていくと、でランを押すと解析が始まるという形になってます。で結果を見るのも同じで、このジョブステータスっていうところにあるデノバアセンブリーっていうのを選ぶと、
自分の結果色付きで、出てきて、結果を、まあ、ここから見ることができます。まあ、これが入力者データで、これが出てきた結果です。でまた統計情報があって、コンピクの額がつながった額が48000で、一番長いのが5000で、N50 が596というような、統計情報も、見れます。ここまでが、いわゆる次世代シーケンサーのデータを、まあつなげるですね、基礎解析部の部分になります。まあ、そうですね。で、で先ほども紹介ありましたけど、まあ、そういう、マッピングした結果とか、まあ、そういうのを見るための手段としては有名なものは IGV っていうのがありますし、その他にもいくつかあります。まあ、こんな感じで、リファレンスゲノムに、マップされた部分がこういうふうに、表示されるようなビューアーが、用意されています。でここまでが基礎解析部 でそれを使った、まあ、応用例として、もう一つ工事、解析部として、DDBJ では P-Galaxy っていう、ツールを用意しています。で今回はこの P-Galaxy っていうのを使った、配列アノテーションですね、ゲノムを読んだ後に、どこからどこまでが遺伝子で、その遺伝子の機能は、何かっていうような、アノテーション作業をする、パイプラインを、やってみたいと思います。この、アセンブルした配列をまず、まあ、先ほど長い配列から短い配列までたくさんあったの であんまり短い配列は邪魔なので、短い配列は全部取り除いて遺伝子予測ソフトを使って、その配列の中でどこからどこまでが遺伝子かっていうのをまず予測して、でそれをアミノ酸配列に変換して、これも先ほど出てきたブラストで検索して、似たタンパク質を探して、その似たタンパク質のアノテーション情報を、つけるというような操作をやってみます。でギャラクシーっていうのが出てきたんですけど、ギャラクシーは何かっていうと、これはまあ、いろんなツールを、ワークフローとして、流すために開発された、まあ、パッケージでして、まあ、いろんなツールを登録して、この画面の中でポチポチっとしながら、解析をすると、まあ、こういうふうな、まずこれをして、これをして、これをしてっていうようなことを、ツールを全部用意して、でそのツールの解析の流れも登録できるので、その流れの登録をしちゃえば、データが変わっても、データが変わって、そのワークフローを流せば、一連の解析は自動的にやってくれるというようなものです。もともとこの箱、Galaxy っていう箱自体は、まあ、アメリカで開発されてるんですけど、まあ、この箱に入れるツールとかは自由に、それぞれのところで自由に入れられるので、まあ、我々のところでは DBCLS Galaxy ということで、まあ、主にテキスト系のツールを、入れたような Galaxy を提供してますし、遺伝系の P-Galaxy ではこの次世代シーケンサー用の解析ツールを入れたような、Galaxy を用意しています。でただですね、この P-Galaxy はですね、このパイプラインと違ってゲスト用のアカウントがないので、ちょっと皆さんには、いじってもらうことができないんですが、このパイプライン用の
アカウントを作っていただければ両方同じアカウントで一応使えます。でこの、先ほどの、解析した、まあ、解析が終わって解析結果が出てきたら、この横のところにですねステップ2っていうワークフローっていうところがあります。これをクリックすると、pGalaxy 先ほどの pGalaxy のページに飛びます。でギャラクシーってのはこういう画面してるんですけど、大きく3つの、画面から構成されまし、されてまして、一番左側に、ツールがツールのリストがあって、まあ、ここからどのツールを使うかっていうのを選びます。で右側に、その、まあ、いろいろ解析した結果とかそういうような、ファイルの一覧がまだこれ今何もやってないので何も入ってないんですけど、どんどんツールを使って解析していくとその結果がこちらに、まあ、ファイルとして登録されます。でそのファイルの中身を見たい時に、まあ、目玉ボタンというのが出てくるんですけどそれをクリックするとこの真ん中にそのファイルの中身が出てくるというようなインターフェースに、なっています。でこれはまずログインしていただかないと使えないのでこれはちょっともうゲストアカウントがないので申し訳ないんですが見ていただくだけになると思うんですが、でパスワードがよいしょ、でこれちょっと、前にやったのが残ってますが、まあ、こういうふうに、横に、ファイル、あの計算結果が終わったファイルの一覧が出てきて、まあ、目玉を押すとそのファイルの中身が見れるというようなインターフェースになっています。で、この pGalaxy と先ほどのパイプラインというのはつながってまして、自動的にパイプラインで計算した結果を、この pGalaxy に移してきて解析することが可能です。ちょっとあれなので C8 に、でまあどうやるかというとまずこの横のツール群の中から、このワークフローっていうところを開いていただくと、この辺にですね、データのインポート用のツールが並んでいます。で、今、先ほど計算したあのコンティグファイルをインポートするにはこのインポートコンティグファイル、ファスタファイル。インポートフロム DBBJ パイプラインではあるのでこれを選ぶとで自動的に、先ほどのパイプラインにつながってあのそのパイプラインで計算した結果っていうのが、まあ、たくさんあればたくさん出てきます。で今回、計算したのは大胸筋の SRA660662203 のデータなので、まあ、これをインポートとすると、自動的にあの情報が登録されて、で今これはまだ、今始まってないか。
本当は始まるとここは、ぐるぐる回り出して、終わると、先ほどの緑色になります。計算が始まらないので、前にあったやつでやります。で、今インポートっていうのをやると、このインポートコンティキファストファイルっていうのをやると、この1番のファイルになって、終わるとこういう色になって、まあ、こういうアセンブルした結果が出てきてます。まあ、でもアセンブルできなかったようなこういう短い配列がたくさんあって、まあ、邪魔なので、これを長さでフィルタリングしようと思います。それは下の方に行くと、下の方に行くとこのアノーテーションフォーデノボシーケンスアセンブルデノボアセンブルシークっていうのがあるので、ここにファスタファイルレングスフィルターっていう長さのフィルターがあるので、これをクリックしていただいて、でどのファイルに対して実行するかっていうのをまずここで選びます。で先ほどインポートした1番のファイルに対して、500ベース以下のものは全部切ってくださいということで、計算すると、計算が始まって、で2番のファイルが作られて、まあ、2番目の操作だと2番のファイルが作られて、結果が終わる、あの計算が終わると、まあ、緑色になると。でまた目玉のところをクリックしてもらうと、結果がこのファイルの中身を見れて、あの短いファイル短い配列は全部なくなって、500ペンキ以上の配列がだけが、残ると。そうすると次に、この、長さフィルターの下にジーンプレディクションという、リンクがあるので、ここでまあ、一応2種類用意されていて、ジーンスキャンっていうのと、ジーンマーク HMM プロカリオティックっていう2種類の、遺伝子予測ソフトが登録されていて、でこれは今大腸菌の配列なので、この下のプロカリオート用の配列を使って、で一応そのいろんな生物の、遺伝子のモデル、もう既に分かっているものから作ったモデルっていうのが登録されているので、まあ、ここから大腸菌を選んで実行していただくと、でそれであれですね、どのファイルに対してやるかなので、先ほどフィルタリングしたファイルを選んで実行していただくとできるはずなんですが、これも一昨日やったところ、これなぜかうまく動かず、多分設定このツール側の設定ミスだと思うんですけど、なんか計算している様子はあるんですけど、ちょっと結果が返ってこない状態だったので、今回はこの今回のこの例ではこの本当はいけないことですが、微生物のデータなんですが、一応真核用の遺伝子予測ツールを使って、
遺伝子予測をしています。なのでちょっと結果はめちゃめちゃなんですが、それをでこれも、計算エクスキュートってやると、3番目の計算計算だと、3番目の結果ファイルに結果が入ってが入ってないですが、そういう時のために用意して、すいません、ちょっとうまく出てこないので、スライドでやりますが、フィルタリングをするとフィルタリングした結果が出てくると。で、プレディクションをやると、でもここで設定をして、対象ファイルを選んで選ぶと、結果が3番結果が、出てきて、それを見ると、まあ、こういう感じで、その翻訳されたアミノ酸配列っていうのが出てきます。で、これはいろんなものが混じってる、余計な情報も混じっているので、このジーンプレディクション・トゥ・ファスタっていうツールを使うと、アミノ酸配列だけをこの中から取り出してくることができます。まあ、そうすると、アミノ酸配列だけを取り出してこれて、見ると、まあ、こんな感じになっていて、で、下の方にプラスと P っていう、先ほど話があったように、タンパク質のデータベースに対してタンパク質のアミノ酸配列をクエリとして投げるようなブラストをやると、まあ、これもパラメータとか設定して実行すると、まあ、こういう感じでこの今入力したアミノ酸配列はエタノールアミなんだかプロテインに似てるので、まあきっとこの配列は、この機能を持っているでしょうということが、アノテーションすることができます。まあ、こういうような感じで、次世代シーケンサーの、まあ、生データを使って、生データと DDBJ のパイプラインを使って、その配列を、まあ、長くつなげて、でこの工事解析部の P ギャラクシーで、その決めたゲノム配列の、アノテーションをつけるというような作業が一応全部クリッククリックでできるように、なっています。まあ、で詳しくは、これ全部 DDBJ さんのツールなので、DDBJ さんは DDBJ インクっていう講習会をこれも、年に数回何回かやられているので、まあ、その際の資料もこの DDBJ のページに行っていただくと、まあ、講演の様子と資料が全部載っているので、こちらを参考にしていただければと思います。で、あともう一つ、これ多分明日、DDBJ の藤沢さんが話されると思うのでさらっとやりますが、
もう一つ、マイギャップっていうような、これはあの完全に微生物専用のアノテーション配列アノテーションツールがあります。これの紹介を簡単にしたいと思います。これはあの、まあ、のゲノムがつながった状態が前提ですね。あの長くつながった、微生物のゲノムがあった時に、そのゲノムに対して、どういう遺伝子がどこに、どういう遺伝子が、どういう機能を持ってどこにあるかっていうのをアノテーションしてくれるような、してくれるためのワークフローのツールです。でこの MyGAP では、まあ、あの ORF ですね、あのタンパク質の行動領域がどこにあるのかっていうのを、まあ、こういうような、予測ソフトを使って、見つけてきてくれて、あと RNA も、見つけてきてくれます。でこの、見つけてきた ORF の機能予測を、まあ、先ほどと同じようにブラストを使ってやってくれるというもので、これが MyGAP のウェブサイトになります。でこれも一応あの遺伝研のスーパーコンピューターの上で動いているんですが、一応遺伝研とは別の人が作っているので、先ほどのアカウントは使えなくて、このMyGAPを使うときはMyGAP用のアカウントを取ってもらう必要があります。この辺からアカウントを飛べるはずです。まあ、そうすると、ログインできるようになって、一応MyGAPはあのなんですかね、ユーザーさんの習熟度によって3段階のレベルを用意してまして、まあ、ブロンズ、シルバー、ゴールドっていう3段階用意していて、もうブロンズっていうのはもう、アノテーションに使うツールですとかパラメーターはもう完全固定で、もうデータをアップロードしてもらう、してもらってボタンを押すともう自動的に全て決められた解析をやってくれると。である程度何回か使ってると、まあ、10回ぐらいっていう話ですけど、突然シルバーに、グレードアップして、シルバーになると何ができるかっていうと、あのパラメーターの設定が、まあ、ツールはいじれないんですけど、パラメーターですとか、うん、あの使うデータベースを自分で選べるようになると。でこれもまた何回か使っているとゴールドにレベルアップして、まあ、ゴールドになると、使うデータベースとかツールとかパラメーターをもう自由自在に、ツールの計算する順番とかも全部好きに変えられるようになるというもので、でブロンズは何をやってるかっていうと、まあ、配列を入力すると、まあ、まずちゃんとした配列かどうかをチェックして、でここで、ORF の動態をやります、どこがタンパク質のコードしているかっていうのを調べて、で、RNA の動態を、まあ、tRNA の予測ソフトと、あと 16S はこの 16S の配列のデータベースに対してブラスト検索をして、16S の配列を見つけていきます。あと、予測ソフトなんかも使って、16S を見つけてきて、で、まあ、一旦ここで、中間ファイルを吐いて、まあ、構造アノテーションって、まあ、だからどこからどこまでが、意味のある単位かっていうものをまずここで吐き出します。でその後に、この ORF に対してブラストをかけて、まず COG っていうデータベースに対してブラストをかけて、次に、RefSeqのデータベースに対してブラストをかけて、まあ、ここに、何らかのヒットがあれば、そのトップヒットのものをその自分が入力したゲノムのあのタンパク質の、機能だとして、結果として出てきます。でここでヒットしなかったら、トレンブルっていう、まあ、ちょっと量は多いんですけど汚いデータベースに、探しに行って、まあ、ここで見つかったら、そのアノテーション結果を書いて、結果ファイルを出すというような感じになってます。で、まあ、インターフェースとしてはこんな感じで、ここから、自分の手元にあるあのゲノムがつながった配列をアップロードしていただくか、まあ、この箱に、配列をあのコピペしてもらうと。でバクテリアですので、あの、まあ、ちゃんと全部つながっていれば環状ゲノムですので、まあ、リニアかサーキュラーかを選べて、一応あの生物のドメインも選んで、これあの遺伝子予測とかの精度に影響しますので選べます。
一応真核生物も選べるんですけど、これ選べるのは酵母とかそういうようなまあ、真核の微生物のみになっています。まあ、そういうのを選んでいただいて実行すると、まあこんな感じになって、まあクラシカルに、まあここからここまでが何だろう、まあここからここまでがタンパク質で、ここはここからここまでがRNA でと、そういうような結果が出てきて、でこの下の方のダウンロードっていうところからその結果ファイルをダウンロードしてくることができます。でこれに関しては明日多分説明があると思いますし、あとこの、実際開発しているのは東工大の黒川先生という方なんですけど、まあ、それが黒川先生にこういう講習会で去年か一昨年ぐらいに喋ってもらった時の動画があるので、そちらをご覧になっていただけるといいかと思います。で、最後に、参考サイトをいくつか挙げさせていただきますが、まあ、先ほどからも何度も出ているように統合 TV には、一応カテゴリーとして NGS という次世代シーケンサーのツールに特化したような、動画ばっかりをリストアップするような、検索の仕方もあるので、まあ、これを入れていただくと次世代シーケンサー関連のツールの、使い方が分かると。まあ、あと、これ日本語ですけど、NGS サーファーズ機っていうところに、いろいろな情報がまとまっています。あと、これは我々の DBCS で提供してるんですけど、まあ、Q&A サイトとして、まあ、ライフサイエンス QA っていうのが、この、QA ライフサイエンス .jp っていうところで提供しているので、まあ、ここではもし分からないことがあったら、何か質問していただいて、していただければ、まあ、知ってる人がいれば回答してもらうと、まあ、ヤフー知恵袋みたいな感じですね。まあ海外のものですとバイオスターとかシークワンサーというのがあります。あと、これは東京大学の門戸さんという方が提供されてるんですけど、まあ、R っていう、解析ツールを使って、その実在シーケンサーの、シーケンスの解析をしようというので、全部これも R も基本的にコマンドラインで全部解析するんですけど、そのコマンドは全部このページに載っていて、基本的にファイル名を変えるだとか、まあ、そういうその辺を変えるだけで実行できるようなものも用意されていますので、まあ、こういうものを参考にしてやってみてくださいということで、ちょうど時間になったので私の分は終わりたいと思います。ありがとうございました。